はい、こんにちは。愛知アイラが世界一大好き893チャンネルです。はい、今日はですね、昨日ね、自分が最近話題になってる妊婦系ホームレスの愛知アイラさんについての動画を出して、ちょっとプチ炎上したってことで、はい、話題になったんですけど、今日はね、昨日のその件について、ちょっとね、コメントを述べたいと思います。はい。自分がちょっと、ブーチャンネルとか、他にもね、愛知アイラさんを、なんかちょっと利用してる感じの、YouTuber について、昨日の動画でちょっと指摘したんですけど、そしたら、他の方々がね、いっぱいコメント来た、いっぱいでもないですけども、コメントが来たんで、そしたら、ブーチャンネルは利用してないよとか、ね、ちゃんと手伝ってるよ、愛知アイラさんのことを手伝ってるのに、そういうこと言うなよって言ってるんですけど、はい。で、確かにそれについては、自分は、謝りたいと思います、皆さんに。誠にごめんなさい。ただ、やっぱりね、思ったんですけど、このブーチャンネルだけじゃないんですけど、他にもね、愛知アイラって検索すると、その愛知アイラさんを、YouTube 動画に出してね、ちょっと利用してるっていう方、利用してるって方がすごいいっぱいいたんで、これについては本当言わせてほしいんですけど、ブーチャンネルはじめ一部の YouTuber、その愛知アイラさんを利用するなって思いましたね。はい。というのも、昨日ね、自分が YouTube で動画出して、そしたらね、コメントに、愛知アイラさんは、愛知アイラさんを、動画に出して、利用してないよとか言ってて、ブーチャンネルとかを、擁護してる人たちがいたんですけど、確かにブーチャンネルって、一見、愛知アイラさんを、病院に連れてったり、例えば、ナマポ、生活保護、もらえるようにしたりと、手伝ってるようには見えるんですけど、一見ね、ただ別にこれってわざわざ撮影して YouTube に上げることじゃないよねと思うよね。はい。てか本当に真摯な気持ちでそのホームレスの人を助けたいんだったらわざわざ動画に映すなよってことなんですよ。はい。結局このブーチャンネルとか他にもね、いっぱいいるんですけど、ロマンチャンネルとか、なんだっけ、パイナップルチャンネルとか、いっぱいね、愛知アイラさんを手伝うっていうね、なんだっけ、そういう建前の言葉で利用してる人いるんですけど、結局はその再生回数とその収益をね、得るために、ただ彼女を利用してるに過ぎないんですね。だって本当に手伝いたければ、別に手伝えばいいし、別にそれをわざわざ動画に撮って YouTube にアップロードする必要ないんですよ。結局そうするってことは、彼女のネームバリューを利用して自分も人気になりたいだけなんですね。はい。だから、ブーチャンネルは最低だし、そのファンもアホやし、はっきり言って、偽善者やなって思いますね。はい。しかも、昨日ね、なんと伝説の横浜のアウトローの、愛知アイラさんの、彼氏なんですけど、今も彼氏かわかんないですけど、伝説の横浜のアウトローの、山根健一さんのブログに、昨日の俺の動画が掲載されたんですけど、はい。彼は、一見ね、やんちゃそうな見た目だけど、筋は通ってるし、いい人だなって思いましたね。はい。で、ちなみに、なんだろうな、別になんか、で、ちなみに、なんだっけ、愛知アイラさんの子供、例の子供、妊娠してる子供がいるんですけど、その子供について、山根さんに対して、なんだっけ、お前の子供なんだから、面倒を見ろよとか、ちゃんと責任取れよとかって言ってる人いるんですけど、あれ、山根さんの子供じゃないからね。別の人の子供だから。はい。だから、そういう好き勝手なことを、YouTube とか、山根さんの YouTube とか、どこでも、いろんなところで言ってる人いるんだけど、真実を知ってから言えよって思いますね。はい。そういうこと。何も知らんだったらお前ら口出すなよって感じ。うん。
ね、これ山根さんの、本当にね、山根さんの子供やったら、それ言ってもええと思うけど、違うんだから、そういうこと言うなよ。だから何も真実知らないくせに口出すなってこと。ね。あともう一つは、そのブーチャンネル、この動画見てたら言いたいんやけど、ブーチャンネルね、こうやって、その愛知愛良さんを、利用して、なんだっけ、自分の動画に出してるけど、これ山根さんに、許可得てんの？ まあ、得てんのっていうか、当たり前やけど、彼氏なんやから、許可得ないで出してたら、それって、良くないことやから、もうブーチャンネル、いい加減にしろよ、お前。ね。まあ、その他のチャンネルもそうやけど、その彼氏とか、まあ、恋人の人がいたら、その人に許可取ってから撮影するのが筋ってもんなんだよ。ね。まあ、それもできないんだったらさ、動画に出すな。ね。まあ、そもそもがね、まあ、再生目的でやってんやと思うんだけど、まあ、とどのところね、まあ、言いたいのが、まあ、ブーチャンネルとか、なんだっけ、裏クジャク弾スタイルでいきましょうとか、なんだっけ、まあ、ロマンチャンネル、パイナップルチャンネルとか、他にもなんかどうでもいいチャンネルいっぱいあるんだけど、なんかその全てのチャンネル、あいちゃいらさん使ってんだけど、ね、どうせ再生回数目的と、まあ、収益目的なんだから、ね、彼女を利用するな。ね、ホームレスの人を利用するな。ね。まあ本当に思ってんだったら別に YouTube 撮る必要ないからね。はい。ってことですね。まあ本当にブーチャンネルはじめ、そういった YouTuber はね、本当最低だなって思いましたね。はい。